日本の輸出規制が開始されたことで、つとやす国際空港の日本路線利用客が激減しているが、中国路線が伸びていることが分かった。1日、全羅南道によると、今年8月 TWA 航空はつとやす国際空港からだいぶ、北九州を運航する路線を中断したのに続き、 10月に入りチェジュ航空が大阪路線を週7回から4回に減便した。また、週4回運航していた福岡路線は全面中断する。一方で、チェジュ航空は13日から中国の観光地イコール町か堺市に新たに就航する予定だ。29日からは、中国の四川航空が不定期で就航する。また、 全羅南道が中国産アヤグアム島、東南アジアなど新規路線を各航空会社及び国土交通部などと協議しており、追加での成果も期待される。